アブスタクル・オーバーチュアは、川上実による日本のイラストノベル。イラストは佐藤康。電撃 HP で2004年2月から、連載、救済の後に、電撃文庫マガジンで連載中。著者による、架空の世界観、都市世界における、アブスタクル時代を取り扱った作品。物語部分は一部で、基本的に著者が創作した職業の業務内容、時代背景。 衣装設定などを主体とする。電撃 HP での連載時は、作中の歴史において紹介した職業の著名人と、その武器を紹介する、大バラエティーズも掲載されていた。ある日とある、見習い賢者は、師匠から世界が、滅びの危機に瀕していることを知らされ、調査の旅に出される。その過程で、様々な職業を持つ女性たちに出会っていく。初期の四種。 共通して日本語訳の名前が用いられる。5人目以降の職業を。共通して英語訳の名前が用いられる。モバイル向けにゲーム化されている。オリジナルカードゲームが電撃モバイルによって提供。基本無料だが、カードの入手は課金制になっている。2010年に公開し、アンドロイドにも対応した。ありがとうございます。